クッキー1933年6月30日2016年8月27日は、オスのクルマサカオウムで、アメリカ合衆国入りの一州シカゴ市近郊のブルックフィールド動物園で飼育された。同種の鳥類では、異例の鳥名を記録、2015年6月に82歳になると、飼育下のオウムで最高齢に達したとされた。また、 鳥類の寿命の記録でも一番長生きの人はにあたり、世界で最も高齢のオウムとして、ギネス世界記録の認定を受ける。動物園が飼う車坂オウムで次に年齢が高い、個体はイギリスの施設にいるメス31歳であった。民間団体世界オウム基金の発表では、人が飼う場合の寿命は長くて、平均40、60歳とされる。 ブルックフィールド動物園のクッキーは2016年時点で開園当時から飼われてきた唯一の生き物である。1934年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州タロンガ動物園からブルックフィールドの動物園に購入され、その年に1歳になった。高齢に達すると人も動物もかかりやすい、疾患として変形性関節症並びに、 骨粗相症が知られており、クッキーは2007年に両方を発症していると、診断されると治療と栄養改善が施された。ただ骨粗相症の原因には、オウムの必須栄養素の十分な知識がなかった時代に40歳前後まで、趣旨のみ与えた影響が出た模様である。体調管理のため来園者への展示は、週末に限定する時期を経て、2009年に引退を迎える。 展示掲示に移さない日は、クッキーの食欲が回復したいのが生き生きして、ストレスが下がった様子を職員が観察した結果である。そこで桃園、木で暮らす鳥の家パーチングバードハウス棟の飼育員室に設けた生活スペースで日々を送らせ、毎年6月恒例のクッキーの誕生祝いなど、特別な機会のみ展示することになった。 恒例ではあっても2013年時点までは健康状態は落ち着いていると思われていた。83歳を過ぎた2016年8月27日に死亡ブルックフィールド動物園は記念像の除幕式を翌2017年9月に催している。ありがとうございます。